お世話になります。本日こちらの場の長崎大学の水産学部の方で、本日、させていただきます、淡水魚類養殖協議会の野間と申します。本日はよろしくお願いいたします。沖縄さんを見ている中で早くしろというあれはあるんでしょうけども、ちょっと PR をだけさせてください。本日はあの長崎県の適正養殖業者の認定制度ということで、いつでもあの安全安心と、が確認できるシステムとなっております。でそちらの分ですね、こちらの長崎大学様もそうなんですけど、長崎県消費者団体、流通団体の、代表者で構成しておる、委員会になっております。そちらで、安全安心にするためにですね、あの飼料、まあ、治療の時ですね、あと治療、餌、投薬、薬ですね、で養殖の資材の項目ごとに、設定基準を設けております。で認定後には、各更新手続きということで約、1年に1回、養殖状況を確認して、認定に適合しない場合は、認定を取り消すということになっております。で、認定員の方が今言いましたような、飼料、治療、投薬、養殖資材の部分という形で、実際に、どこから、魚のムーの元の魚はどこから来ているのか、でそのに対してトレーサビリティということで、その部分を 追跡するというようなシステムになっております。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日覚えて帰る。釣ったらさばけるやんな。おお、あるんかな。あ、もう抜いてるのかな。そっか、水道ないもんね。はい、どうぞ。まず頭とカマ、カマですね、を下ろしてまいります。いや、ちょっとさ、仕事あるんやけどさ、仕事あって電話来たんやね。はい、来てください。でも、早く口に入れてください。いや、それ、平野さん、皆さん、拍手が足りないようですけど、もうちょっとよろしくお願いします。次は3枚に下ろしてまいります。綺麗かね。若干向こうが見えないけど、お願いします。今日明日か今骨に沿ってこう切っておりますので、3枚下ろしております。はい、こんな感じですね。なかなか身の綺麗な形になっておりますので、はい、こんな感じですね。あ、骨の感じです。すいません。じゃあ反対の方も、骨のある方ですね、もう下ろしていきます。今日はおかげさまで暖かい日でしたので、皆様方集まっていただきまして非常に安心しております。寒かって皆さん来なかったらどうしようかと思って、単なる私の独り言で終わるんじゃないかと思ってましたけど、
はい、ちょうどこれで3枚ですね。ちょっとここで平松さんの、はい、次は腹骨を敷いてもらっていきます。あんま下ろしてもらった、うん、これ持って帰ってください。そうね、今日お吸い物です。さすがの厚さ、完璧です。はい、頑張ります。ありがとうございます。見切り物のとこ下切れる2人であって1人でやるから、なかなかやっぱり彼は元料理人ですので、さすがにそういうのはうまい、ね、元ね、はい、なんかツッコミがありましたけど。では中骨を取っていきます。じゃあ次は皮を引いていきます。ちょっと一番難しいところですね。僕らはこう身がボロボロになるところですね。きれいにできたね。はい、みたいな感じでやっていただきます。こんな感じですか。
ね、あ、さっき日本スペイン、あー、じゃあ日あ、一回刺身切りました。じゃあ、すいません、これから刺身の方に切ります。なんで、いい時間配分なんだろう。いや、本当にやばい。どうしよう、なんかめっちゃ来るんだけど、あのお魚はこの1本じゃなくてもう1本ありますので、皆さんそろそろ飽きるかなと思いながら待ってますけど、飽きますか、すいません、ごめんなさい、ゲームしたいですか、ちょっと待ってくださいね、16年前。